今回は徳川四天王の子孫や末裔について解説していくのじゃ。徳川四天王について解説していこう。徳川四天王とは、安土桃山時代から江戸時代初期に徳川家康の側近として仕え、江戸幕府の樹立に功績を立てた酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政の4人の武将を仏教の四天王に例えて検証した故障である。徳川四天王は忠次を除いて徳川三傑、徳川三人衆と呼ばれることもあるのじゃ。また徳川四天王に12人の武将を加え、徳川16神将と呼ぶ場合もあるぞ。それでは徳川四天王と呼ばれている武将と子孫をそれぞれ紹介していこう。1、酒井忠次。酒井忠次は戦国時代から安土桃山時代にかけての戦国武将である。徳川四天王、徳川十六神将ともに筆頭とされ、家康第一の功臣として称えられている。家康の父親である松平広忠の時代から徳川家の家臣として仕えていた人物で、後の家康となる幼い頃の竹千代が今川家の人質になる際にも同行した。今川家の支配下にいることを前提として育てられた家康のそばについていた忠次は大変な苦労をしたと言われている。しかしその苦労を家康と共に乗り越え、生涯家康を支えた人物だったのである。忠次は忠義なことで知られており、武将としての能力も極めて高かったことから秀吉が羨むほどだったと言われているのじゃ。それでは忠次の子孫について解説していこう。忠次の子孫は江戸時代庄内藩を統治していた。忠次の子孫で庄内藩の五代目藩主である酒井忠頼は14年にわたって幕府の老中を務めた人物でもあった。また7代目藩主である酒井忠有は藩政改革を行い、当時莫大な借金を抱えていた庄内藩の財政を好転させたことで知られている。幕末では奥羽列藩同盟の一員として新政府と戦うも敗北している。酒井忠次の末裔である酒井家の19代目は酒井忠頼さんである。松岡物産株式会社の代表取締役社長と公益財団法人である地道博物館の理事を務めたことで知られている。この地道博物館は1950年に旧庄内藩主堺氏によって建物や文化財を寄付され、山形県鶴岡市に創立された歴史を持つのじゃ。歴史的価値の高い資料や江戸時代の古民家、明治時代の建築物など時代を感じることができる場所となっており、観光スポットとしても有名なのじゃ。2、本多忠勝。忠勝は生涯をかけて家康に奉公し、徳川幕府250年の天下の基礎を築いた戦国武将である。徳川四天王、徳川三傑、徳川十六神将の一人であり、徳川家臣の中でも最強の武将であったと語り継がれている。忠勝が愛刀していたトンボ斬りは日本三名槍の一つとしても有名である。忠勝の戦場における逸話は数多く残っており、短期で朝倉軍に正面から突入した姉川の戦いや、武田軍から徳川家を守った一言坂の戦いにおいての逸話は現代でも有名である。また生涯で57回もの戦闘に参加したにもかかわらず傷一つ負わなかったという逸話も残っていることから、徳川軍最強武将であることは間違いない。本多忠勝の子孫は養子が非常に多いことが特徴である。そんな忠勝の末裔は楽天グループ株式会社の三木谷博社長だと言われている。
果たしてそれは本当なのか家系図を調べてみたところ、三木谷さんの父方の祖母である雅子さんが忠勝の末裔であることが分かった。つまり雅子さんの孫である三木谷社長も忠勝の末裔ってことだね。そういうことじゃ。3、井伊直政。直政は1561年遠江の国宝田で今川氏の家臣井伊直親の嫡男として生まれた。しかしその翌年、直親が今川氏12代当主今川氏真により謀殺されてしまう。井伊直政は当時2歳であったため、当主は井伊直親の養父井伊直盛の娘井伊直虎が引き継ぐことになった。少し話は変わってしまうが、この時直虎が当主を務めたことで現代でも有名な女城主直虎として大河ドラマにもなっているのじゃ。井伊家の弱体化を考えていた今川家は、次期当主となる可能性が高かった直政を葬ることを諦めていなかった。そのため幼い頃の直政は今川家に怯えながら各地の寺院や親戚の家を転々としながら過ごすことになったのである。やがて天正3年に家康に見出されたことをきっかけに、直政は頭角を現していくのであった。その後は武田氏滅亡後、甲斐の国は家康によって平定され、その際に武田軍の武将を直政の部隊に配属することになり、直政の部隊は赤備えを行うようになったと言われている。直政の赤備えは井伊の赤備えと呼ばれ、小牧長久手の戦いでは先鋒を務め奮戦し、井伊の赤鬼と呼ばれ恐れられた。井伊の赤備えは幕末に至るまで井伊家が治めていた彦根藩の軍曹にも影響したと言われているのじゃ。そんな井伊家の子孫には多くの有名人物がいる。中でも有名なのは井伊家第13代目当主井伊直弼ではないだろうか。直弼は桜田門外の変で亡くなってしまうが、井伊家の家督は直弼の次男直則が継ぎ、血縁断絶には至っていない。やがて明治時代を迎えると、直則は1884年の家族令によって伯爵となった。伯爵となり直弼のひ孫にあたる井伊直義さんは、1953年から9期にわたって彦根市長として活躍した。直義さんは彦根市長を36年間も務めた人物なのじゃ。すごく長い期間だね。また直義さんはもともと東京帝国大学農学部出身で、大学院を修了後は農学博士として網類について研究していたのじゃ。もともとは学者さんだったんだね。学者としては新種をたくさん発見し、市長となっても網類などの研究を行っていたと言われているのじゃ。市長として学者として多大なる功績を残した人だったんだね。4、榊原康政。榊原康政は若い頃に家康に見出されたことをきっかけに、売信の身分から小姓となり、徳川四天王の一人と呼ばれる重臣にまで出世した人物である。康政は学問と武勇に長け、家康から康の一字を賜ったほどだった。ところが1592年から徳川家康の三男徳川秀忠好きとなってからは、1600年の関ヶ原の戦いに遅刻するという大失態を起こしてしまっている。康政が亡くなった後は三男の榊原康勝が家督相続した。しかし康勝は若くして亡くなり、長男であった忠政の子である忠次が家督相続し、姫路藩15万石の藩主となっている。その後榊原家は各地の領地を転々としていた。榊原家にとって大問題が起きたのは、
榊原家第8代目当主であった正峰の時代である。もともと正峰は原正峰という名前で榊原家に養子として迎えられたと言われている。大問題とは、正峰の素行を当時の将軍であった徳川吉宗に問題視され、改易の危機に陥ったことである。最終的には家督を嫡男の榊原正純に譲るなどして改易を免れた。しかし罰は免れることはできず、越後高田に転封されることになった。博士、正峰の素行不良って一体何があったの？正峰は当時の将軍であった徳川吉宗が出した倹約令を無視して贅沢の限りを尽くしており、奇抜な服装で江戸城大手門を警備した上に吉原で派手に遊びまくっていたのじゃ。なるほどね。あんまり同情ができる内容ではないね。むしろ自業自得だね。正峰は女遊びと派手な格好を好むことから公職大名と呼ばれていたと言われているのじゃ。現在の榊原家の子孫は榊原正信さんである。正信さんは現在東京在住であり、会社を経営しておられ、榊原家17代目の当主として文化財の保護などにも貢献している。博士、あんまり関係ないけど、徳川四天王の末裔の多くは会社経営をしていることが多いね。確かに言われてみればそうじゃな。先祖のリーダーシップなどを受け継いでいるのかもしれんの。いくつもの時代を経て現代に至る。その長き歴史の中でも血筋が残っており、その血筋がまたこの先の歴史に残っていくことを考えると、歴史は実に面白いと思えるものである。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。